吉田智派遣動画チャンネルの吉田智です。今日は神奈川県立の青少年センターというところに演劇を見に来ております。桜木町からこの紅坂というところに持ったところに非常にこの景観の素晴らしいところにありますが、かなり古い建物です。そこで失恋博物館という演劇を見ております。ちょっとこれ少し寂しいのかいっぱい寂しいのか分かりませんが、自分の思い出に照らし合わせて今日の演劇を見ておりますが、3時間ものであります。50分ぐらいの間隔で3つの話が織り込まれますが、1つのものの中にも非常に舞台が変わりまして、最初はこの中央に舞台があって360度から見ると、好きなところから見てくださいという構図だったんですが、今度は逆に2シリーズ目は自分たちが中の方に入って外周でこの演劇のストーリーが繰り広げられるという内容でした、スタイルでした。それぞれこの自然というものにふさわしいこの悲しい物語があったわけでありますが、そうした中にこう自分の中では意外だったんですが、相手の人が亡くなるというものがありました。失恋という中にこの相手の人が死亡するという非常にこの悲しい物語があったわけでありますが、自分の中で失恋というのは人との別れというものの生きたもの同士の引き裂かれるような別れというものを想像してましたが、相手の人が亡くなるという本当にこの20年目の悲しさを備えている物語があるということを知りました。吉田智派遣動画チャンネルの吉田智でした。青少年センターからお送りしました。終わります。